さて続いてはミュージアムアイのコーナーです。今回は前橋市の県立図書館で開催中の展示、斉藤紀伯その人をご紹介します。皆さんは斉藤紀伯という人物をご存知でしょうか。まずは簡単にご紹介します。斉藤紀伯は沢郡島村の島小学校、後の伊勢崎市立境島小学校で校長を務め、合唱や演劇などで子どもの創造性を高める島小教育で全国的に知られた教育者です。高崎市出身の歌人土屋文明に師事した荒良木派の歌人としても著名で、今年生誕110周年を迎えます。それでは県立図書館の展示、斉藤紀伯その人について、高崎商科大学特任教授の熊倉博康さんにご紹介いただきます。こちらをご覧ください。生誕110年没40年の、展覧会というか関係する図書を展示されているので、そのことでお話を聞きに来ました。館長の稲葉智明さんに今日お話を聞いていきたいと思っています。今回県立図書館であえて先生を取り上げられるというのはどういう意図があってですか。斉藤紀伯は群馬師範出身なんですね。で群馬師範出身の斉藤紀伯 でなおかつ歌人、歌集なんかも出していらっしゃって図書館とも縁があると、いうことで、生誕110年、没後40年、という節目の年でもありますので、じゃあ斉藤紀伯やってみようかということで開催した次第です。展示1階のコーナーで展示されていらっしゃるわけですけれども、特に県民の皆さんにこの本は見てほしいっていうのがあれば一つ。紀伯先生は、存命の間に3冊の歌集を出していらっしゃいます。でお亡くなりになった後にもう1冊出されているんですけれども、その 3冊の一番最初の、歌集、シダという歌集なんですけれども、シダはですね、山口香織が想定をされているんですよね。で3冊それぞれ特徴ありますけれども、シダはすごいおしゃれで、ものとしても鑑賞に耐えるかなっていうふうに思っています。最後に今回の展示を通して県民の皆さんに改めて再認識してもらいたいことがあれば一言ぜひ。斉藤紀伯先生は島村小学校に赴任した時に学校を、作るためにその地域を良くしないといけないんじゃないかっていうふうにおっしゃったようなのです。でそれは今のその、学校の課題とちょっと似てるなっていうふうに私は思います。で先生の取り組みをこう、今一度知っていただくことで、今私たちが抱えているその教育問題に、解決の糸口が見つかるかもしれないっていうふうに思っていて、ぜひこういった全国に知られた教育者がいたっていうことを、県民の皆さんには知っていただきたいなというふうに思っています。斉藤先生が小学校が良くなるためには、地域が良くならなければならないとおっしゃったことは、もう一方では小学校がしっかりしていれば地域の拠り所としてますます重要な役割を発揮してくるというふうに考えることができるかもしれません。小学校と地域という課題を考えるために、今回の展示というのはとても重要な展示だということを改めて感じました。県立図書館で開催中の展示、斉藤紀伯その人は今月30日まで開かれています。ここまでミュージアムアイのコーナーでした。